もうどうにもならない。捕まえた。お化け。最悪な状況だけど、これで一つはっきりしたことがある。弥生ちゃんは死んでいない。首吊り死体は偽物だった。ならお化けは弥生ちゃんが必ず捕まえる。自暴自棄になってる場合じゃない。